東京専門店アクディオのベターライフ始まります。お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとこの前見ました、 YouTube めっちゃ輸入してめっちゃこの辺増えてません？あ、いっぱいになりました。めっちゃいっぱいになって綺麗なのが結構来てたんで、うん、白いのとかめっちゃある。真っ白もあれです。真っ白可愛いんですよ。問い合わせが殺到してたんで、そう、めっちゃ白を見て、え、超可愛いって思いました。え、これなんですか、メダカですか？これはベタの赤ちゃんなんですよ。赤ちゃん可愛い。ここに書いてあるベタマクロストマ、あ、これいうベタなんですけど、ベタなんですね。これは何ですか？それはデンデムシの水中版。え、やば。え、タニシじゃなくてタニシですね。あ、タニシやでっけ、はい、ベタのマクロストマっていうのがお客さんが増やして持ってきてくれたんですけど、え、すごっ。ブリードが成功したらしい。だってなんか繁殖めっちゃむずいみたいなのよく書いてありません？そうなんですけど、さらにこのマクロストマってベタの中でも難しいです。それがお客さんが成功した。え、すごっ。プロじゃないですか？もうプロですね。プロですよね。ベタの最高峰。え、赤ちゃんだから最高峰ってことですか？違います。種類が最高峰。あ、で大きくなるんですよ。こんぐらい。え、めっちゃでか。12センチから3センチぐらい。だってこれこの辺とは全然違うくなります。あ、もう全然違います。こっちとかに近いかな。あ、はい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 。あれもベタ、ワイルドベタ。そうです、ワイルドベタです。あの本家そのもの的なやつですよね。そう、原種。はい、そうそう、それそれそれ。そうで、この子たちはボルネオ島というところに住んでるんですよ。どこ？ボルネオ島ってマレーシアの下、インドネシアの上。ボルネオ島には国が3つあるんですよ。上の方にマレーシア領があって、下半分がインドネシア領。はいはい。で、マレーシア領のちょっと一部分にブルネイっていう国がある。でそのブルネイっていうところにいるベタで、めっちゃ綺麗なんですよ、大人が。大人めっちゃ見たい。で、ベタのブルネイビューティーっていう別名がある。はい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 。美しすぎてビューティーって名前ついちゃったんだ。ちなみにこいつ、はい、飼育めっちゃむずいって言ってたじゃないですか。はいはい。何がそんなにむずいんですか？水質に非常に敏感で、温度もそうですね。うん、このベタに限っては低い方がいいと言われています。ただ低いと言ってもですね、23、4度。なので、まあ、あの熱帯魚の温度であることは間違いないんですけど、水質が現地ではこう緩やかな流れの川だったり池だったりっていうところに住んでるらしいんですが、日本で飼育している方は RO 浄水器というのがありまして、 RO っていうのが純水っていう意味なんですよ。純水を用いて飼育している方が多い。はい。不純物のない、非常に高価な浄水器を使って飼っている方が多いです。うちの場合は水道水です。大丈夫なんですか？今のところ順調です。大丈夫ですか？はい、順調に大きくなってきています。頑張ってくれよ。頑張ってくれ。店長が一番頑張ったけど、自分は頑張ります。頑張ってください。こうご期待。